皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはアプローチへの着衣をなくす、練習法について説明をしていきます。アプローチで着衣をするっていうのはダフるということです。少し噛みながら入ってしまって、ぬかるんでる芝っていうのを打ってしまうと、芝だけがピョッと取れてボールがピョンと2ヤードぐらいしか飛ばない打ち方のことを言います。これをなくすための練習法ですね。今回はですね、その着衣が出るまずスイングというのはどのようになっているかというと、このように構えていただいて、ダウンスイングしてフォローの時にこのように上に上がってしまう、カップの方にこのヘッドが飛んで向いてしまうと、上がっていってしまうと、下から入ったこのようなすくい打ちになってしまいますので、前の手前の芝生をすくって削ってボールに当たらないという形になってしまいます。この形を防ぐためにはフォローの部分を意識していく必要があります。アプローチでこのように構えたら、フォローのラインをかなり低めで止めるという、低い位置にフォローを出していくという練習をしていきます。ここで上に上がっていかないように、ここからフォローを出した時に膝の高さよりヘッドが上がらないポジションに振り抜くということを心がけていきます。このようにすることで着衣、かなり少なくなってきます。フォローのラインが上に行くということは軸が傾くということは、下からクラブが入る、ヘッドは上に抜けるという形になってきますので、この動きをなくしていきます。今回はですね、通常ボールをこのように構えていただいて、このもう一つボールを用意していただいて、ワングリップよりも少し遠いところにこのようにセットをしていただいて構えていきます。今回は10ヤードですね、グリーン周りのアプローチちょっとやっていきます。このような形から構えていただいて、このボールよりも左側を通過する意識で体を回していきます。それでは別アングルでも見ていきます。このポジションから打っていって、このボールよりも左側を通過して低い位置へと抜いていく練習をしていきます。このようにすることで、かなりフォローは低く出ていきますので、ちゃっくりというのがなくなってきます。それではもう一度打ってみます。このような形です。この振り抜いた位置、一度自分でチェックをしてみてください。このポジションからこのボールの左側を通過して、止まった位置が膝より高くなっていないかなっていうのを確認して練習をしてみてください。これができるようになると着衣はなくなってきます。一度ですね、皆さんぜひ試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで、飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。